はい、インスタライブ始めたいと思います。よろしくお願いします。阪急メンズ大阪メンズビューティー売り場のマネージャーします前田と申します。よろしくお願いします。で、今日は一人だと非常に心もとないので、ゲストに来ていただいております。どうぞ。阪急メンズ大阪メンズビューティーバイヤーをしております山地と申します。よろしくお願いしま す。今日は2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回のイベントなんですけども、あるメッセージを伝えたくて、実施をしてます。で、阪急メンズ大阪でこのクリスマスちょっとこう不安感があったり、こう束縛感があって自由に身動きができないみたいなこともあるので、その中でもちょっとこうポジティブに前向きになれるように、いろいろお伝えしたいなと思って、各イベントスペースで10個のストーリーをお伝えします。で、その中で今回のこのイベントは自分らしくあることっていうことをお伝えしたくて、実施してます。で、自分らしくあることなんですけど、こうなかなか自分のしたいこととか、言い出しにくい状況だと思うんですけど、そんな中でもちょっとこう自分の好きなフレグランスをつけたりとか、ちょっと自分の生活を優雅にするための、ホームアイテムみたいなものをいろいろ揃えてますんで、それをご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、そんなわけで、具体的にアイテムを紹介していきたいと思います。こちらからいきます。長丁場、長い、よう喋った、よう喋りました、すみません、長すぎました。最初、じゃあこちらエディットさん、エディットさん、これ結構変わり種のブランドということで。そうですね、現状阪急のメンズ大阪のビューティーのフレグランス売り場では取り扱いのない、ブランドになってるんですけど、まあ、今日から5日間、20日まで、12月20日までの期間限定で取り扱ってるエディットっていうブランドになるんですけど、この背景がすごく面白くて、この、日光印っていう朱肉とか林間をずっと、もう長年作ってるところが朱肉と印鑑の朱肉です。あの赤い朱肉、まあ、そういうところからインスパイアを受けてこうフレグランスを作ったっていう面白い背景があります。で、もともといろんなこう日本のこうグラフィティとかこういろんなところからの影響を受けているブランドなので、ボトルなんかを見ていただいてもすごく洗練されたかっこいい、でもキャンドルはこういう木箱に入ってる、すごく面白いこうならではのブランドになってます。コメントがキャンドルですよね、クリームコロンじゃないですよ、ね、キャンドルです、すいません、キャンドルです、130g のキャンドルになっているので、ずっと燃やすとだいたい30時間ぐらい続くようなキャンドルになっています。30時間、30時間です。これで30時間です。なんで、なんかこういうのを気分転換に一つ自分にプレゼントでもいいですし、何かこう珍しいフレグランスをこうお連れ様にプレゼントとかっていうところでもチョイスしてもらえるとすごくいいかなと思います。で、キャンドルは使いづらいよっていう方だと、こっちのディフューザーですね、ディフューザーを置いていただくと、こちらも部屋の香りが良くなって、まあ、なかなかこう外に出ないので気分転換できないと思うんですけど、まあ、こういう部分で気分転換をしていくっていうのはすごくいいんじゃないかなとは思います。ディフューザーはね、個人的な使い方なんですけど、一部屋に一つ置いたらこうリラックスする部屋と、こうちょっと着替えて気合い入れる部屋みたいなのを作ると結構面白いです。各一部屋に一つ置いてもらったら非常に楽しんでもらえるのかなというふうに思いますので、こういう使い方もぜひしてみてください。じゃあ次行きましょう。次はこちらです。ミルコブフィーニというブランド、これは普段地下1階のメンズビューティー売り場で取り扱いがあるブランドなんですけど、今回、新商品ということで、こちらのハンドジェルが新しく出てきました。ちょっと口で言ってもあれなんで、具体的にちょっと出してみたいと思います。本当にトロトロジェルです。香りもフレグランスと同じ香りなので、非常にこう高級感のある香りで、色気がすごくある香りです。ここを写してもらえると分かるんですけど、ちゃんとこの文字をもう読んでくださいっていう、すごく手抜きのインスタなんですけど、ちゃんとアルコール 75% 配合されていて、しっかりと除菌しながら
まあ、こうアルコールの匂いが強いと結構不快に思う方もいらっしゃるので、そういう意味でこうフレグランスブランドが出しているハンドジェルっていう風になると結構匂いもいいので不快感なく手の消毒ができるよっていう結構おすすめのアイテムで、ずっと僕らもこれが入ってくるの待ってたんですけど、ようやく入ってきたのでぜひ一度試していただけるとすごくこうリフレッシュしながら除菌ができるっていう優れものになっているので、ぜひ一回見に来てほしいなと思います。香水はいきなりっていう人とかでちょっと匂いもつけたいなっていう人であれば、ちょっと気軽に使えるアイテムなので、初めてこう香りのアイテムを試されるっていう方だったら非常に使いやすいと思うのでおすすめの商品になってます。はい、はい、じゃあ次なんて読むんでしょう、そこソンボン、ソンボン、これね、100% ナチュラルっていうので、で、まあ、フレグランスはもちろんあるんですけど、ちょっと面白いシリーズがあって、こちらなんですけど、ちょっと寄って一個ずつこう写してもらうとあれなんですけど、自分の気持ちに合わせて使っていただきたいフレグランスというところで、私らしくちょっとベッドタイムというような形で、今個人的には緊張しているので深呼吸をしたいということで、この深呼吸香ってみたいと思います。うん。ちょっと緊張が解けました。っていう感じで、あのヒノキとか、非常に爽やかな香りを使っているので、まあ、取り入れやすい香りかなというふうに思います。で、こういうふうにちっちゃいボトルなので、非常に持ち歩きやすいっていうのがポイントかなというふうに思います。はい。あとは、地下1階に阪急メンズ大阪の地下1階がフレグランスの売り場になるんですけど、そちらだと大体使っているサイズっていうのが50ミリとか、ちょっと大きいですね、100ミリとか、うん、少し大きいサイズを取り扱っているので、大体1日 2,3 プッシュ毎日使っても半年ぐらいは使わないとなくならないような量になっているので、ちょっとそれだとこう実際買ったけど使わなかったとか気分が変わって合わなくなったとかっていうことが起こってくるので、そういう意味ではソンボンだとこの15ミリっていうサイズからのトライアルができるので、こういうここ50ミリなんですけど、15ミリなんで、こうフレグランス使ったことないよっていう人は1本こういうアイテムをトライしてみるとすごくいいかなと思うので、ぜひ、まあ、いろんな香り持つのも楽しいですよね。こういうちっちゃいのをいっぱい持って揃えるっていうのもなかなか50ミリのやつだと揃えにくいので、こういうちっちゃいのをいっぱい揃えて持つと気分に合わせて使ってもらえるので非常におすすめかなと思います。このシリーズ本当にいやらしくならないので、香りが本当にナチュラルな香りなので、こう家中でこう使うっていうのもありかなと思います。こう巣ごもりでなんかずっとデスクワークしてて気分が上がらないとか気分転換したいみたいな時にちょっとシュシュッとしていただくだけでだいぶ気分が変わるような、そういうアイテムになっているので、ぜひちょっと見に来ていただけたら面白いかなと思います。ハンドソープだったりとか、 こっちハンドソープなんですけど、こっちルームスプレーとか、こうバラエティ豊富にライフスタイルグッズで取り扱っているので、そちらもこう探している方、こうプレゼントでも使えるのでぜひ見てほしいと思います、はい。僕の好きなアイテムなんですけど、バスソルト。ちょっとね、普通に風呂入るというよりちょっと優雅にできるアイテムなので、ぜひ、試していただきたいんですけど、ネハン東京っていうブランド、ネハンと言いますとどういった本当にこのネハンで、まあ本当にいろんな種類のバスソルトがあるので、もうこれもいろいろ揃えて非常にお求めやすい価格なんで、各1個ずつでも選んでもらったりとかしてもらって、いろいろ試してもらったら毎日違う気分でお風呂に入れるかなっていうところで、非常にこうリフレッシュのアイテムとしてはおすすめのものです、はい、ぜひ試してください、はいはい。ちょっといっぱいすぎてあれですけど、これ1個600円なんで、皆さんこう人にこう感謝の気持ちをこう年末に向けてプレゼントする方もいるし、自分自身が楽しむっていうところでも、これ1回の浴室に1個入れていただくだけで、まあこうまあ、2、30分のお風呂時間がすごくこう充実した楽しいものになるかなと。実際僕も使ったんですけど、結構
お風呂に浸かるだけでスキンケアができるような保湿効果もあったりとか保温効果もあるので体がポカポカしてくるような、まあ、そういう体を整えてくれるようなこうバスソルトになっているので、これはあの本当にプレゼントにおすすめかなと思うので、嫌いな女性とかいないんで、あの男性からプレゼントするんだったらこういうちょっとだけセンスのあるものを送ってあげるとモテるんじゃないかなと勝手に思ってます。モテるあのいいフレーズ、ね、モテます。いいフレーズ、いいフレーズ。だからといって結果が出なくてもすいません。結果出しましょう。結果を出しましょう。はい、で次ちょっともう、はい、これはもう見た目のインパクトで分かると思いますけど、物は何でしょういう話でいくと、キャンドルです。キャンドル、もう見たら魅力は分かると思うんですけど、面白い、色も綺麗というので、こんな気分になりましょう皆さんというので、こういうキャンドルね、家に1個あるとちょっとこう華やかになって楽しいと思うので、自分の一番好きな場所にね、ここまでいっぱい紹介してきたんですけど、今回のインスタライブの、一番の表題にあった香りをカスタマイズという、内容の一番メインなんですけど、オーダーフレグランス、はい、いうところでフレグランスをオーダーできるってなかなかないと思うんですけど、今回このリベルタさんっていうブランドがフレグランスのオーダーができるようになります。はい、バスソルトの香りのバリエーションが知りたいです。バスソルトの香りのバリエーションが知りたい。香りが6種類あるんですけど、こっちがこうエプソルトフレグラント、ちょっとこう女性っぽい香りというか本当に柔らかいフローラル系の香りが多いです。でこっちがボタニカルって言って、こっちがヒノキ、これヒノキで、ヒノキ。こっちがムスクと、こっちがユズ。僕個人的にはこのユズがすごく心地よくて、あの飽きが来ないというか、ずっと入っててリラックスできるような香りはユズでした。でもし女性に贈られるんであれば、この辺のプラムとか、あとはローズとか、あとこっちがプルメリアっていうちょっとこう果実っぽい香りがするので、まあ、6種類香りがあるので、であのサンプルがあるので、あの匂いのイメージがなかなか難しいっていう方、もし半期メズの近くに来たら匂い嗅ぐだけでもできるので、あのこういうものがあるのでぜひちょっとトライしてほしいなと。6種類です。はい、はい、あとバスオイルもあるので、こっちはそのまま1個バサーっと入れるタイプなんですけど、こっちはあの浴槽に1滴2滴垂らしていただくだけで、こうまた同じような効果が得られるという、まあ、使いやすい、送りやすいのはこっちかなとは思うんですけど、まあ、お好みに合わせて選んでいただけたらなと、はい、思います。こんな感じで大丈夫ですかね。さてオーダーなんですけど、今ちょうどお客様のオーダーをしてて、ちょっと映すことができないということで、ちょっと、企画がありました。ガチャガチャです。ガチャガチャ、今これガチャガチャあるんですけど、ぜひあの店頭に来ていただいて、売り場の写真撮っていただいてインスタに上げていただいたりとか、このリベルタパフュームっていうブランドをこうフォローしていただければ、あの1回ガチャ回していただいて、中にあの商品のサンプルが入っているので、こちらをお配りして、あの持って帰っていただいて使っていただけるっていう、ちょっとそういう企画をやらせていただいてるので、午前中なんかはちっちゃいお子さんが来ていただいて、あのたくさんガチャガチャ回してもらったので、大人の方もぜひ来ていただいて回してほしいなと思います。数にちょっと限りがあるので、まだたくさん入っているので、ぜひあのお早めに来ていただけたらなと、はい、ネットでもあれですよね、オーダーを受けれるんですよね。あのオーダーっていうわけじゃないんですけど、ちょっと質問に答えてぴったりの香りが見つかるっていう。そうなんですよ。あのなかなかこう他にないフレグランスで、こう20個質問が出てくるんですけど、それに1個1個答えていくと、こうあなたのパーソナリティに合ったり、こう特性に合わせたフレグランスって、こんなフレグランスですよっていうのをこう提案してくれるようなフレグランスになってます。なかなかこう面白いフレグランスなんで、結構試してほしいなっていう。でそういうオンラインでしかこうそういう20の質問みたいなのないんですけど、実際こう店頭に来ていただくと、こういうご提案させていただくこう14の香りを
今だと期間限定で実際店頭で嗅いでいただくことができます。結構今人気の香りのこのソフトオリエンタルっていう香りなんですけど、じゃこれどんな人におすすめなのっていうと、こういう自分らしく生きるあなたの魅力を引き立てますみたいな、こういうメッセージ性がすごく強いフレグランスになっているので、例えば贈り物としてこういう風になってほしいとか、こういう人であってほしいとかっていう思いを込めてこういうフレグランスをプレゼントするっていうのもすごいいいんじゃないかなと思います。ちょっと手紙とか書くの恥ずかしいですね。その代わりにこういうメッセージ、なんかそういうメッセージ性があるフレグランスなので、なんか普通のフレグランスを送るよりはこういう思いを込めて送るのがすごく素敵じゃないかなと思います。しかもオーダーもできる今なら、はい、で今ならこれにいろんなちょっとトッピングを加えて、よりこう自分らしい、自分だけのフレグランスを作ることができるっていうのをこのイベント期間中にやってます。ただカウンセリングが1時間ほど頂戴して、いろんなカウンセリングを聞きながらその人に合ったオーダーのフレグランスを作るっていうようなことを今やらせていただいてるんですけど、残念ながらちょっと予約制になっているので、パッと来てパッと作れるっていうわけじゃないので、ちょっと申し訳ないんですけど、一度ちょっと売り場の方に電話のご連絡をいただいたら、そうですね、阪急麺造作のリュックの方にご連絡をしていただいて、ちょっと時間を調整してもらって、時間が合う人はぜひちょっと一回トライアルしてもらえるといいかなと思います、ね、さっきソンボンでは15ミリを紹介したんですけど、このリベルダさん8ミリから取り扱いがあって、結構こういう可愛らしい感じになってます。で8ミリなんで本当にこれを1個買うっていうのもすごくいいと思うんですけど、こう14個ある中からいくつか選んで、8ミリをこう2本持っていただくとか、朝と夜で分けるとか、こう外と中で分けるとか、いろんな使い方ができるんで、それこそちょっとシェアしたいとかっていう人だと、こうお連れ様と一緒に買っていただいて1本ずつ持って途中で交換してみたりとか、いろんな使い方ができるので、このサイズはすごくおすすめですし、実際今 B1 のメンズビューティーのコーナーにこのサイズって取り扱いないんですよ、はい、なんでちょっと高いし量が多いし買いづらいっていう人なんかは、こういうものからフレグランスをこう試していただくとすごくいいかなと思います。ケースもかっこいいですね。はい、ね、ちょっとスタイリッシュで、ね、面白いな。なかなかない、お付けです。なかなかないデザインだと思います。これはめちゃめちゃおすすめです。今回ご紹介した商品は店頭に来なくても一応買えます。オーダー以外は、リモオーダーって言って、阪急の、決済システムがあるので、売り場にお電話なりいただいたら、決済ができますので、ぜひこう今回気になった商品とかがあればどしどし問い合わせいただいたら、家にいながら買うこともできるので、そちらもぜひご利用ください。というわけで、今回いろんな商品をご紹介させていただいたんですけども、最初にお伝えしたように、ちょっとこう皆さんが前向きになれたりとか、家でいる生活を楽しくできたりとかっていう風になってくれたら嬉しいなと非常に思ってますので、ぜひ一度、店頭に来て見ていただいたら嬉しいなという風に思っておりますので、ぜひこのイベント足を運んでください。